初めは東京電力福島第一原子力発電所で増え続けているトリチウムなどの放射性物質を含む水の処分方法についてです国は昨日福島県内の自治体を訪れ風評対策を含めた処分方法の説明をしていたことが分かりました地元の複数の関係者によりますと海洋への放出が前提での説明だったということです まずトリチウムについて説明しますトリチウムは日本語では三重水素と呼ばれる放射性物質で水素の仲間です宇宙から飛んでくる宇宙船などによって自然界でも生成されるため大気中の水蒸気や雨水海水それに水道水にも含まれ私たちの体内にも微量のトリチウムが存在しています トリチウムは通常の原子力施設でも発生し、各国の基準に基づいて薄めて海や大気などに放出されています。水素の仲間で水の一部として存在するため、水から分離して取り除くのが難しいのが特徴で、福島第一原発の汚染水から多くの放射性物質を除去する装置を使っても取り除くことができません。 国内の原発では1リットル当たり6万ベクレルという基準以下であることを確認した上で海に放出していて海外でも各国で基準を定めて放出しています放射性物質の性質に詳しく国の小委員会の委員を務めた茨城大学の田内宏教授はトリチウムが体内に取り込まれて DNA を傷つけるというメカニズムは確かにあるが DNA には修復する機能があり紫外線やストレスなどでも壊れては修復しているのが日常だ実験で細胞への影響を見ているが基準以下の低濃度では細胞への影響はこれまで確認されていないとしていて低い濃度を適切に管理できていればリスクは低いとしています はじめは東京電力福島第一原子力発電所で増え続けているトリチウムなどの放射性物質を含む水の処分方法についてです国は昨日、福島県内の自治体を訪れ風評対策を含めた処分方法の説明をしていたことが分かりました地元の複数の関係者によりますと海洋への放出が前提での説明だったということですまず トリチウムについて説明しますトリチウムは日本語では三重水素と呼ばれる放射性物質で水素の仲間です宇宙から飛んでくる宇宙船などによって自然界でも生成されるため大気中の水蒸気や雨水海水それに水道水にも含まれ私たちの体内にも微量のトリチウムが存在しています トリチウムは通常の原子力施設でも発生し、各国の基準に基づいて薄めて海や大気などに放出されています。水素の仲間で水の一部として存在するため、水から分離して取り除くのが難しいのが特徴で、福島第一原発の汚染水から多くの放射性物質を除去する装置を使っても取り除くことができません。 国内の原発では1リットル当たり6万ベクレルという基準以下であることを確認した上で海に放出していて海外でも各国で基準を定めて放出しています放射性物質の性質に詳しく国の小委員会の委員を務めた茨城大学の田内宏教授はトリチウムが体内に取り込まれて DNA を傷つけるというメカニズムは確かにあるが DNA には修復する機能があり紫外線やストレスなどでも壊れては修復しているのが日常だ実験で細胞への影響を見ているが基準以下の低濃度では細胞への影響はこれまで確認されていないとしていて低い濃度を適切に管理できていればリスクは低いとしています。はじめは、じめ 東京電力福島第一原子力発電所で増え続けているトリチウムなどの放射性物質を含む水の処分方法についてです国は昨日福島県内の自治体を訪れ風評対策を含めた処分方法の説明をしていたことが分かりました地元の複数の関係者によりますと海洋への放出が前提での説明だったということですまず トリチウムについて説明しますトリチウムは日本語では三重水素と呼ばれる放射性物質で水素の仲間です宇宙から飛んでくる宇宙船などによって自然界でも生成されるため大気中の水蒸気や雨水海水それに水道水にも含まれ私たちの体内にも微量のトリチウムが存在しています トリチウムは通常の原子力施設でも発生し、各国の基準に基づいて薄めて海や大気などに放出されています。水素の仲間で水の一部として存在するため、水から分離して取り除くのが難しいのが特徴で、福島第一原発の汚染水から多くの放射性物質を除去する装置を使っても取り除くことができません。 国内の原発では1リットル当たり6万ベクレルという基準以下であることを確認した上で海に放出していて海外でも各国で基準を定めて放出しています放射性物質の性質に詳しく国の小委員会の委員を務めた茨城大学の田内宏教授はトリチウムが体内に取り込まれて DNA を傷つけるというメカニズムは確かにあるが DNA には修復する機能があり紫外線やストレスなどでも壊れては修復しているのが日常だ実験で細胞への影響を見ているが基準以下の低濃度では細胞への影響はこれまで確認されていないとしていて低い濃度を適切に管理できていればリスクは低いとしています はじめは東京電力福島第一原子力発電所で増え続けているトリチウムなどの放射性物質を含む水の処分方法についてです国は昨日福島県内の自治体を訪れ風評対策を含めた処分方法の説明をしていたことが分かりました地元の複数の関係者によりますと海洋への放出が前提での説明だったということですまず トリチウムについて説明しますトリチウムは日本語では三重水素と呼ばれる放射性物質で水素の仲間です宇宙から飛んでくる宇宙船などによって自然界でも生成されるため大気中の水蒸気や雨水海水それに水道水にも含まれ私たちの体内にも微量のトリチウムが存在しています トリチウムは通常の原子力施設でも発生し、各国の基準に基づいて薄めて海や大気などに放出されています。水素の仲間で水の一部として存在するため、水から分離して取り除くのが難しいのが特徴で、福島第一原発の汚染水から多くの放射性物質を除去する装置を使っても取り除くことができません。 国内の原発では1リットル当たり6万ベクレルという基準以下であることを確認した上で海に放出していて海外でも各国で基準を定めて放出しています放射性物質の性質に詳しく国の小委員会の委員を務めた茨城大学の田内宏教授はトリチウムが体内に取り込まれて DNA を傷つけるというメカニズムは確かにあるが DNA には修復する機能があり紫外線やストレスなどでも壊れては修復しているのが日常だ実験で細胞への影響を見ているが基準以下の低濃度では細胞への影響はこれまで確認されていないとしていて低い濃度を適切に管理できていればリスクは低い。